サイドターンなしコースで、はい、車はほとんどノーマルっすよね。はい、はい、じゃあ行きます。あ、ここで一回減速するんだ。ブレーキ踏んでんのかなと思った。で、ここは外奥でこう回り込んで、ここからアクセル踏んであげた方が、飛ばしちゃったけど、で、こう、なんか加速しないっすね。ああ、ドライブだからか。で、こういう感じでちっちゃく回ってあげて、ここで加速と。で、ブレーキと。で、ちっちゃく回って加速と。で、ブレーキと。で、ちっちゃく回ってあげて、で、ここもちっちゃく回ってあげて加速と。で、ゴールと。こういうラインですね。そうですね、直線多い方が加速できますからね。なるべく最短距離ぐらいで走ってます。